はい、イタリアンバイク研究所トシと申します。また11月やのにこの寒さかいと、あの朝から思いながらね、いつも通勤してるんですけども、帰り道はねまだ比較的ね一気に帰れるぐらいの気温だったのが、まあ、昨日ぐらいから途中で暖取らんと持たなくなってきました。そのぐらい冷え込んでるというか、あと年齢によるね衰えもあるかと思うんですが、頑張ってバイクで通勤していこうというふうに思っているんですが、まあ、今日はですねこんなお話ししたいと思ってます。バイクブームの終焉というお話が、ところどころで今なされてます。で、昨日のことなんですけども、ホワイトベースの二宮さんも動画でねその件に言及されてて、その件に言及した動画はもうちょっと前やったかな。で、昨日はそうや、バイクブームの終焉に伴って元ブロガーの今後はどうなるのかっていうようなお話をされてたんで見てみました。で、今日の動画はですねその二宮さんのお話しされた内容に沿って僕自身が思うことっていうような内容でやっていきたいと思ってます。だから元ブロガーの方にはぜひ聞いてほしいお話なんですが、バイク好きの視聴者の方にもぜひねお付き合いいただきたい内容となっておりますので、ながら聞きで最後までお付き合いいただけたらと思ってます。ということで行ってみましょう。はい、その二宮さんのね言うてはった内容っていうのはね、あの見られた方はご存知かと思うんですが、ざっくりとね要約しますと、職業元ブロガーがこれからちょっと厳しくなっていくんちゃうかと、要はバイクブームが終わっちゃうとね、うん、で、職業元ブロガーとしてやってる方の生き残る方法は以下に言う3つじゃないかというお話なんですね。一つはバイクにこだわらず形を変えて、要するに扱うテーマを変えてチャンネル運営していくっていうやり方で生き残る方法で、二つ目が今までの広告費、まあ、それで収益上げてた方が案件主体、要は企業とかねそのあたりの商品であったりサービスを企業に成り代わって元ブロガーが宣伝することでね企業から報酬を受けるというのを案件って言うんですけども、その案件主体にキャッシュポイントを変えていくやり方、これが2つ目で、最後3つ目はね今までと何ら変わらず、少々再生回数や収益が下がろうとも一切変えずやっていくやり方で、これはですね今までの登録者を大事にしていくやり方というね、まあ、この3つがあるんじゃないかとおっしゃってました。で、ただですね2つ目の話、要するに案件にキャッシュポイントを切り替えてねやっていくやり方っていうのはほぼほぼうまくいかないと思う。その理由は今までねその方のバイク動画を楽しんでた視聴者さんが急になんか商品紹介ばっかりになったぞとなった時に、ついていかれへんのちゃうかと。そこじゃないねんけど、あなたの動画を楽しんでるポイントはということでね、それなかなか切り替えてうまくいく方法っていうのは難しいんちゃうかと、僕この話聞いてなるほどって思いました。こんな僕でもですねたまに案件のお話いただくんですね、商品レビュー。そしてねそんな依頼をいただく日が来ると思ってなかったのでね、もう依頼が来た時点で舞い上がってね受けさせていただいて、下手っぴなこれこのモニターのね宣伝をさせてもらったりしたんですよ。でこれまあいい商品ではあるんですけども、人にねこのモニターを魅力的に説明できるスキルが僕にあるかどうかというとね、はっきり言って大したことない。普段のね視聴者の方々も多分そんなんを喋ってる僕には興味ないと思うんですね。だから動画もあまり回らへんし、案件をねやらせてもらってで、これ現物で支給してもらいまして非常にありがたいんですが、案件向きのチャンネルとそうでないチャンネルとかいろいろあると思うんですけども、例えば僕の元ブロガー友達の東京のコバさんとかやったらね、僕案件向きやと勝手に思ってるんですね。なぜならば声がめっちゃいいからとかね。僕自身はどうなのかというと、あんまりね経験もないっていうのもあるけどもね、あんまり得意じゃない。それでもねやりたいことをやりたいんです。で、こういったね、アクセサリーじゃなくて、今までね、650本ほど動画上げてね、もう自分の好きなバイク、このベスパとかね、ドカティのこと、ほんまに好きやから、そのことをね、ずっと PR してんねんから、まあ、ドカティとかベスパからね、1回や2回ぐらいそういう案件くれてもええんちゃうの？ちょっと思ったりね、ないか。はい。
そんなことはまあ冗談ですけども、話それたけども、今までのようにやっててもバイクブームが終わると職業モトブロガーは厳しくなる人多いと思いますよというお話でした。二宮さんといえばね、このジャンルでの第一人者ですし、一番すごいなと思ってるポイントはね、あの人の言語力、物事を人に伝える力、そして言い切る力、大したもんですよね。それ以外にもすごいとこいっぱいあります。ほんまに数えきれいぐらいマジで尊敬してるんですけども、だからこそね、ちょっとその二宮さんの口から言ってしもたら荒れちゃうのっていうことが一点だけあったんですね。二宮さんのとこにね、ちょくちょくこんな質問が来るらしいんですよ。元ブログやってるんですけども、モチベーションが上がらないんですと、どうしたらいいですかと、まあそういう質問が来た時にね、モチベーション上がらんのやったら別にバイクに固執せんと、まあ、その時自分が気持ちいいなと思うことをねコンテンツにしてやるのもいいんじゃないと。そうじゃないと映像自身もいまいちだしね、好きと思って楽しんでやってないと動画自体もその人のためにならへんかもしれへんし、バイクに固執したチャンネルをやる必要ないんじゃないですかっていうことをおっしゃったんですよ。で、僕ここの部分について一点だけね、それはって思ったんですね。というのは、その二宮さんの口からそれ言うてまうとね、僕みたいな弱小のチャンネルの人はそれ間に受けて、やっぱりバイクブーム終わったら厳しいんかなと思う人もまあ少なからずいると思うんですよ。僕実際ね、その動画見てもう元ブログやめようかなって思った人、全国に何人かは絶対いるんちゃうかなと思ってしもた。で、たとえ弱小チャンネルであっても、そのチャンネルを応援しようと思ってついてる登録者いるじゃないですか。その発信者と登録者の関係ってすごいね大事というか、もうそのね、自分自身がそうなんですけども、もう最初やり始めの時って、この元ブログ一体俺は誰に向かって発信してんのやというね、それぐらい登録者いてない時に、忘れもしません、今でもねお付き合いのあるポール師匠とかね、平塚の世紀末覇者さん、僕のその稚拙な動画に対してね、毎回温かいコメントくれてはったんですよ。今ね、ちょっとその頃に比べたら登録してくださる方増えてきたとはいえ、やっぱり初期にね応援コメントしてくださった方があってこそ今まで続いてるんやなって本当に思ってて、やっぱコメントくれはる人ってね、すっごいありがたいんですよ。その次の動画からはその人たちに向けて喋ってるような感覚でね続けてこれた。最初のうちってほんまにここの目の前にある空気に向かって喋ってるだけやからね。だから何が言いたいかというと、一人二人であってもね、そういう応援してくださる視聴者様との関係は登録者の数関係なしにね、すごい大事やと僕思うんですよ。視聴者の方はその方の動画を楽しみにしてはる場合もあるんですよ。でも元ブロガーの方がね、バイクブームが終わった、これから厳しなるというだけの理由でね投稿をやめてしまうのはすごいね悲しいじゃないですか。だからそれ二宮さんの口から言うと、もう信憑性ありすぎてね心へし折れる人多いと思うんでね、的確なんですよ。あの動画全てね僕頭の中にも入ってるわけじゃない、ちょっと間違ってる部分もあるかもしれんけども、あの話聞いて心折れた元ブロガーがいないことを祈りたいなというふうに思ってます。その上でね、今バイクブームで終わったというお話の流れでね、僕自身のチャンネルはどうなのかということで、ここからはね特に僕の視聴者の方に聞いていただけたらありがたいんですけども、バイクブーム終わるという単語を、ね、聞いて何とも思わないんですよ。だからこのチャンネルやばいかなとか一つも思ってないんですよ。で、その理由はですね、ブーム来たことないから、別にベスパもドカティも、まあ、ドカティは今最近人気ですけどね、ブーム言うほどじゃないじゃないですか。 Z900RS よりドカティモンスター売れてますよいうことはありえへんし、ブームなんか来ないんですよベスパも。で、そんな中モトブログ始めてるんで関係ないねブームとか、まあ、それが一つ。それとね、まあ、バイクブームって言われてるのは、いわゆるコロナが来てねバイク通勤する人増えたとかね、まあ、そんなとこも理由になってるらしくて、まあ、コロナがまあ、ある程度収束したから、元に戻るという、まあ、理由もあるらしいんですけども、僕のチャンネルの視聴者の方は、コロナ来たからバイク乗り始めたという方は比較的少ないんちゃうんかなと思ってます。もともと乗ってましてんっていう方が大半、僕のね、ベスパの動画見てね、興味持って買いましたっていう方何度かいらっしゃったんですよ。これも僕自身としてはめちゃくちゃ嬉しいコメントをやったんですけども、こんな僕の動画見てね
多少なりとも影響を受けてくれはったっていうのはほんまに嬉しかったんけども、ブームが去ったからベスパおりますっていう人じゃないと思うんです、そんな人も。でまあもともとさっきも言ったけどベスパブーム来てないしね、だから何の影響もありませんと。むしろ僕個人的には53歳になってね、さらにバイクブーム到来してます。はい、この冬ですね、僕が持ってるバイクに関するね大きな計画3つ、もうすでに進めております。一つはベスパ PX の方なんですけども、今年が終われば丸20年乗って来年から21年目、今年の6月にねちょっとこけてしもたっていうのもあって、あの外装が大きく傷ついたんで、この間動画で上げた通りね、リフレッシュ、リノベーションですね、全塗装、板金バシッとやってね、あと20年乗れるように新車の時のように戻したいなというふうに思ってるのが一つで、もう一つはドカティハイパーモタードなんですけども、今年幸いですねサーキットを走らせていただく機会が何度かあって、若干目覚めました僕で、このハイパーモタードで来年はね自分の目標タイムがあるんですけども、それをね絶対達成してやろうというふうに思ってて、まあ、そのためにねより安全に速く走れるいわゆるカスタムをね計画してます。なおかつ公道ではもっと安全に走れるようなカスタム、これまたね年内には出来上がるんで、出来上がったらまたご報告したいと思ってます。で3つ目はもう間もなく発表させていただくんですが、僕増車しました1台、これに関しては深く触れませんけども、その増車したバイクを来年はですねカスタムとかしながら遊ぶということをやっていきたいと思ってたりしてね、要は僕の中ではこの冬かなりワクワクしてます。今まで以上かもしれん、今までもねいっぱいあったけども、それと同等のワクワク度合いが到来してますので、むしろブーム来てますよというお話です。でブームの流れでねもう一つお話しすると、キャンプブームも終わったというふうに聞きました。で僕が元ブログを始めた時に同時にねソロキャンプとかも流行りだして、バイクでキャンプに行く動画を上げてる人めっちゃ多かったんですよ。僕の好きなねベスパの ET3 に乗ってる山山さんとかね、ベスパでキャンプめちゃくちゃ憧れて、近くで言うと下蔵さんとかねサンバーさんもベスパとかでねキャンプされてるのを見て、僕自身やりたいなやりたいなと思いながら4年間で1回しかキャンプ行けなかったんですね。言うてる間にキャンプブーム終了言われてね、えっと思った反面ですね、逆にキャンプも僕ブーム来年来そうですね。世間ではキャンプブーム終わったイコールキャンプ場が空いてるわけでしょ、そしたらよりキャンプが楽しくなるんちゃうかなと思ってまして、来年はそのベスパとかあと新しいバイクでねキャンプを主体にやったろうかなと思ってて、キャンプブームも到来してしまいましたと。そんな感じでそもそもバイクブームやったんかみたいな感じの人、僕の視聴者の方多いと思うんですよ。そんなの分からへん、ずっと乗ってるから。世の中ではねバイクブームが終わると中古車の価格がね暴落するんちゃうかという、そういうねマーケット的なね目線でいくとね、いわゆるブームが、ブームっていうのは要するにバイクの値段が高騰していることなんだな、ちょっと分からんけども、そういうのが終わるらしいんですが、当チャンネルなんだ変わりなく、むしろさらにね新しいことにも挑戦しながら、視聴者の方とも交流を持ちながらますます楽しんでいきたいというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。